ターゲット捕捉。警報でどの店も無人。蚊に刺されて死ぬ人間がいるかっつうの。お、なんだ。ターゲット捕捉。焼却。やってみなさい。俺からも逃げられない。なんなのよあいつ。あの数、この町全体、いやもっと広範囲で血を集めていたならば。口入った。ピッピッの野郎。あ、なんかうごめいて。これが本当の蚊取り線香なんつってな。線香と線香をかけてるんだけど。そうか、血液を吸収するほど身体機能が進化する仕組みだったのか。ぜひ名前を教えてほしい先生。マジで来やがった。変わってんなお前。先生はどのようなパーツを使っているのですか。使ってねえよ。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。人の話を聞かないやつだな。やつは全てを破壊し尽くしていきました。公園、学校、ビル群、俺の家。そこで俺がクセイの博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。町から町へと旅を続けていました。これまで倒した怪物や悪の組織は数知れず、結果はご存知の通り、底力を見せた化け物に返り討ちにされ、埼玉先生がたまたま通りかからなかった。強くならなければならない。先週埼玉先生の一撃を見たとき、俺はこの人の元で学ぶしかないと思いました。クセイの博士は俺に。バカ野郎、20時以内で簡潔にまとめやがれ。わかりません。まあいい、これはいいサンプルになりそうだ。先生のように強くなる方法教えてください。教えてやってもいい。だが辛いぞ。ついてこれるか。人んちの天井は。あ、なんでもないです。高エネルギー反応あり。サイボーグ。お前は破壊せねばならん。いいか、これで貴様の両目を潰す。抵抗できぬようにな。ならばこの獣王の力存分に見せて。変なとこ土入っちゃってるよ。待て、今は殺すな。獅子山流星が連続普通のパンチ。質問に答えるか、このまま消滅するか選べ。破壊されるがいい。それこいつじゃね。あの、すいません。一昔前、一人の若き天才科学者がいた。人々は彼の天才的頭脳に称賛の言葉を惜しまない一方で。サルド、何が危ない考えだ。変人扱いしやがって。私のためのものだ。たとえ一人だろうが実行する。これは一大事かと。切り札を使うしか。まずは地上1階から8階まで無数の罠を仕掛ける。運が良ければそれで終わる。着きました。ゴリラの言っていたポイントです。地下への蓋っぽいな。いや、アシュラカブト。進化の家最強戦略の俺を。
だからお前らが俺の言うことを聞くのが正しいんだよ。何としても入手したいサンプルがある。恐ろしく強いのだ。お前にしか倒せん。先生、2体ほどこちらに近づいてきます。あ、ジェノス。え、おい、広いだろう。この施設で一番でけえ場所だ。ジェノス、大丈夫か？は、い、ずっと人間の能力の低さに疑問を抱いていた。人類を超越した我々新人類のみで構成される新たな世界。おら、とっととかかってきな。全力でな。見せてもらうぞ。今手を出せばやられていた。何なんだこいつは。お前も知りたいのか。まあいいだろう、心して聞け。危険だ、こいつらにそんなことを教えていいのか。いいかジェノス、続けることだ。そしてランニング10キロ、これを毎日やる。最初は死ぬほど辛い。一日くらい休もうかとつい考えてしまう。変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。そして強くなっていた。なんだと？こいつ本気か？ふざけないでください。え？埼玉先生の強さは明らかに体を鍛えた程度のものではない。秘密を教える気がねえってなら構わねえぜ。シュラモード、強いヒーローだったら俺を止めてみろ。まずい、俺は大変なミスを犯したのかもしれない。丸一週間後か、来週の土曜。スーパーロー特売に誰か。おそらく先生はこのことを気にされている。こんな研究は変わるべきは